間が広く空いています。左バッターの佐藤、その一二塁間に飛んだ、ライト前ヒットだ、一人入ってる、さあ同点のホームになるか、相手のバックホーム間に合えない、ホームイン同点、佐藤は二塁に向かうがセーフだー、佐藤と試合2点タイムリーヒット同点3対3、シングルタイムリーヒット2点タイムリーでマリーンズ一戦勝へ向けて、ザドマリン戦勝へ追いつきました。8回の裏、緩いゴロではありましたが、まあ、シフトの関係で八幡さん一塁間は広く空いていたんですね、はい、まあ、やはりね低めのね